安倍家七やべっ家七3月16日から1952年6月7日は、日本の内務、警察官僚、民生統計感染県知事、文字市長、熊本県熊本区小畑町で安倍家兵の三男として生まれる。1910年3月、神戸高等商業学校を卒業。1912年7月、東京高等商業学校専攻部を卒業。 同年11月、文官高等試験行政化試験に合格。同年12月、低新省に入省し郵便貯金局初期となる。1913年2月、内務省に転じ石川県属に就任。1915年12月、台湾総督府に転じ、同府事務官、民政部職産局所務課長に就任し、さらに財務局会計課長を務めた。 1921年7月、内務省に復帰し、山形県理事館内政部地方課長に就任。以後、高知県警察部長、岡山県警察部長、兵庫県職期館警察部長などを歴任。田中義一の陸軍機密費横領問題の情報を入手。そのため、田中義一内閣により1927年5月に休職を命ぜられ、同年9月、 医顔面本官となる。1929年7月、警視庁書記官、刑事部長として復帰。前鉄道大臣、小川平吉の号指鉄疑獄事件、また売り訓事件を摘発した。1930年7月22日、足立健造内務大臣、松村義和の推薦で、大分県知事に就任。犬飼内閣により百三十一年十二月十八日に、 給食となる。1932年1月29日、伊学面本館。同年6月28日、斉藤内閣の声優会所属である、鳩山一郎文部大臣、三辻中造鉄道大臣の反対を受けながらも、茨城県知事として復帰。農村振興に尽力し、振興農場の設置、肥料や製麺機の対応、農村構成運動などを進めた。 最有量欲の社会運動に対しては、警察官の増員と、思想問題研究会や国民精神文化、研究所を設置して、啓蒙活動を行うことで対処した。1935年1月15日、静岡県知事に転任。財政赤字の削減のため、財政整理を断行。1936年4月22日、伊岸面本館となり退官した。 1937年12月24日、文字市長に就任。戦中、戦後の困難な時期に市長を3期務め、1946年11月8日に退任した。ありがとうございます。